はいどうもニールです。今回もアーク実況やっていきたいと思います。でね、録画外でですね、なんか変わった色のこの鹿と、まあその近くに歩いてたね、ステゴサウルスのテックと、なんかすごい綺麗なアルゲンタビスがいたんで、ちょっとテイムしました。で、今回はですね、僕のね、拠点、せっかくこの海にね、面しているんで、ちょっと水の中にも入れる恐竜をね、テイムしていきたいかなと思います。テイムしたい恐竜なんですけど、バリオニクスですね。どこにいるのかちょっとわかんないんですよね。多分川沿いにいるのかなと思うんで、これからちょっと川の方に行ってみたいなと思います。あれか？あの緑のはなんだ？あ、いるっすね。あ、ゴレベか。めちゃめちゃクリスマスカラーのバリオニクスいましたね。あんまり高レベルがいないけど、もうちょっと探していきたいと思います。よし、じゃあ川着きましたね。ここにいるかな？見つかるといいんですけど。あいつは？ね、恐竜にめっちゃ詳しいわけじゃないんで、あれでもそうだな。あ、ゴレベですね。前回ね、サービルタイガーでね、洞窟探索行ったんですけど、バリオニクスってやつもめちゃめちゃ良かったらしくて、前回だとね、どうしても水の中はね、行けなかったんですけど、バリオニクスがいれば、水の中もね、行けるっていう。どこにいるんだろうなぁ。このアイランドマップはね、そんなに高レベルは開かないみたいなんで、きついかもしれないんですけど、いたらラッキーですね。ちょ、ね、わかんなくなったら調べてはいるんですけど、最初の方はここまで調べないでやっちゃってるんで、もう意味わかんないところ探したりしそうですね。あれいるな。何レベだ？5レベ。5レベが多いな。もう5レベしかいねえよ。どうなってるんだ。5レベじゃないのを求む。あれそうじゃないか？ほら。あ、45レベ。まあまあ高い。まあまあだな。まあまあ。多分一発とかなんですよね。こりゃ、あれ。テイム期間の、テイム3倍と、全然一発じゃないんだけど。やべ。危ね。よし。あれ、何が来たの？やばい。これやばいかも。なんか、おら、おら。よし。誰がいるんだ？あー、これか。あれ？バリオニクス。バリオニクスー。バリオニクスこんないないんすかね？やば。あ。ケツァル、コアトルスみたいな感じの名前のやつ。何レベなんだろう。5レベ。これでもワンチャン、今ってめちゃめちゃテーム、あれが上がってるんですよね。こうやって一発撃ち抜けば、いけんじゃないかと思うんですけど、どっから撃とう。作戦的には、この空中でね、飛び降りて、一発パコーンって当てて、で、僕はパラシュートで着地する。いけっかな。多分5レベなんでいけるはずです。一発でいける？いけるよね。で、降りる。7。で、ここら辺。で、こう。こう。どう？降りたけど。あれ？アルゲンタビス？いや、一発当たったよな。オッケー、アルゲンタビスは来た。いや、一発当たったけど。もしかして逃げられた？うわ、全然飛んでる。よし、これもう一回作れる。ワンマーチャンス。どんぐらい？あ、半分半分。これもう一回やればいいんだ。当たっかな。さっきちょっと奇跡みたいなとこあったけど。いくぜ。ですね。と、で、7。で、あれ？やばい。ダメだった。くっそ。いや、これもう、いけるくね？痛い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 、バイバイ。痛い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 。これもう、あいつらを、片っ端から眠らせる。痛え痛え。これで、痛い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 、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ、ほんま死ぬ。これでいいだろう。いけ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 。なんでこれ死んでないんだ？よしよし。よし、これで、危ねえ。危ねえ、死ぬとこだった。危ねえ、マジで死ぬとこだった。あんなユータラプトルいる、
戦の場所に当たるのかっていう話。じゃあ先にこれパラシュート開けばいいんじゃないですか。ダメかな。でドーンってやって、でこっからもうえいって、やべ外した、えいえい、これ当たるっすよ。でほら落ちた落ちた。で乗る乗る乗る、乗せて乗せて、乗る乗る乗る、これ完璧じゃね。これどこ落ちた、あれどこ行った、あれまだいるんだけど、嘘、ちょっと待って待って、全然待って、やばい、めちゃめちゃ逃げてる。うわこれ上がりきらない、もしかして2発くらい当てとけばよかった。あと1発あと、あれなんかもう1体出てきたんだが、あ違うよ、パチやパチ、あいつあいつはパチやないか。飛んで、でこで狙う、ここでポーンと、ほらほら行った、ほら行った、ほら行った。でアルケンタビスに乗る、乗せてー乗せてー、あそう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 、はい完璧。これどこ行った、見当たんないんだけど、あこれだ、これ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 、いた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 、これこれこれ、ほらほらほら、すげえ。でこれで何食べんだこいつ、これで肉、はいどうすか、アルゲン食べているな、何レベルだ、おー来た来た来た、えすごい音するんだけど、こんなもん、よし違うけど違うけどさ、テームしたわ、おしおしおし、ああれはあれあれあれ、いた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 、えバリオニクスのめっちゃ高レベ、高レベ、あれあれ生きてる、あれ生きてるよね、よし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 、いけっかな、おりゃなんで、おりゃ来た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 、おりゃおりゃ、まだいける、逃げろ逃げろ、誰誰、待って違うんだけど、誰今の、誰あれどこ行った、ちょっと待って、どこ行った、あれ捜索捜索、でもこっち来て、なんかめちゃめちゃ華麗な変化の術かまして、えいないんだけど、バリオニクス、えどこ行った、水の中で寝た、もしかして、もしくは、こっち岸で、平然と歩いてるか。え？神隠しにあったじゃん。え、どこ？いないんだけど。あ、え、あれだ！え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。これさ、僕のさ、テームがクソ早いからさ、ここにさ、もう肉、ぶち込みたい。え？痛いんだけど。うん、ちょっと待って、これあれ肉取って、でも行くしかないでしょ、こりゃ暗い。でこれでこの中に入れる、やばい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 、逃げろ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 、あれ？おりゃ、お前らよくやってくれたな。え、バリオニクスいけるかな？え、食料インベントリに入れてって書いてあるんだけど。なんで？魚もしかして、こいつ。え、バリオニクスって何？魚？おりゃ、これ魚肉入れてみる？おりゃ、どう？あ、魚肉だ、魚肉。あ、来た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 。やったー、やったー、ついにバリオニクスゲット、しかも140レベル、よし。で一応ソロなんで、この2人ここに置いて、ここでしょ、戻ってバリオニクスのサドル、いやケツア、ケツアコアトルトルス、ちょっと読みにくいな、こいつこいつのサドル作って、でもこれがあれば乗れるから、乗って帰る。よし。じゃあちょっと待っててください。あ、いた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 。で、このインベントリ開いて、
で、乗る。で、このバリオニクスを掴む。よし、これで帰りましょう。怖いな、これ。カラスいた？カラスおった、カラス。いいや。めっちゃ挙動不審、このバリオニクス。アルゲンダイズもうちょっと上飛んでほしいですね。なんか下に当たって落っこちそう。なんなら落としにかかってないか？よーし、やっと戻ってきたー。はい、では今回ね、バリオニクスをね、探しに行ったんですけど、なかなかね、見つからなくて、途中で、このなんか、ケツはコアトルスでしたっけ？なんか名前分かりにくかったんで、ケツって名前にしたんですけど、でまあこの子のおかげでね、無事にバリオニクスをね、持って連れてこられたんで、2匹ともね、テームできてよかったですね。次回はね、このバリオニクス使って海にでも潜っていこうかなと思います。ではまた次の動画で。バイバーイ。